グリですね。岐阜の長津川のアグリ今日最後モンブランですけれども、そのまま押し付けて召し上がりいただいて、その栗とすっぽんはスプーンで作って召し上がっていただきます。まあ、4年前に初競り見学に行ったんですけども、毎年直送していただいたんですが、その時の松葉が使った焼き鳥のキッシュですね、そのまま手でね、つまんでお召し上がりいただいた方が美味しいかと思いますので、ピザのように焼き鳥が熱いのに気をつけて、一口でいかないように気をつけて。手前からペラッとつまんで、なるべく丸めないように上から丸めちゃうと食感変わっちゃうので、薄い状態で
松の実、ケッパーレーズンとですね、焦がしバターとケチャップで合いです。ちょっとケチャップで酸味つけるんですけど、その香りなんだ。よいしょ、ナイフでカットしながらね、ごめんなさい、ナイフでカットしながら捕まっちゃった。ね、フレンチラスターは主にの
ありがとうございます、はい、タイミングよくしてくださったなっていうのが、あ、ありがとう、あ、本当だ、出方が違う。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。